注意。この動画は信頼のため、間違った情報やウプ主の勘違いなどが含まれる可能性があります。あくまでも参考としてください。狙い目が違っても責任取れないよ、ごめんね。それでも言い方はゆっくりしていってね。いやどうも、最近オキドキでボロ儲けしてるマリサだぜ。今回は前回出したこの動画についてだ。今回の動画は、新情報や狙い目の変更についてだ。今まで明らかになってなかったモードテーブルなどを、解説していくぞ。まずは今回明らかになったモードテーブルからだ。左がテーブル番号、上がスルー回数だ。テーブルは全16種類で、最大6スルーで天国準備かドキドキ準備に行くぞ。事前情報の通りモード B に移行すると、B からの転落はない形になってるな。だが C からは、A に転落はするぞ。実際打っている時はモード示唆がないとわからないが、まあぜひ覚えておいてくれよな。それとリセット時のテーブル振り分けは、約 60% で10以上のテーブルだ。朝の1スルー後がやはり美味しい感じだな。私も朝1スルーはそこそこ買っている。数が打てたら何かしらで収支を発表すると思うので、期待していてくれ。次は狙い目の更新だ。まずはレイスルー。レイスルーは厳しめの 450GB 示唆なしでやめ。ドキハナチャンス失敗は次回ボーナスまでだ。1スルーは天国間 900G。2スルーは天国間 850G。3スルーは天国間 750G だ。4スルー以上でゲーム数不問だ。狙い目の変更はこれぐらいだ。前回より浅く狙えるので量を頑張ってこなそう。この機種は楽上ブレ下ブレが激しい台なので、思ったより収支が出ないかもしれないが頑張ろう。今回はここまでだな。最後に狙い目のまとめだ。スクショしていつでもわかるようにしとくのがいいぞ。はい、スクショした人は高評価よろしくだぜ。今回はここまでだ。ご視聴ありがとうございました。